日本人は常に助けてくれた。訪日外国人が語る日本旅行で体験した最高の出来事。今年1から6月の訪日外国人旅行者数は、過去最多の約1376万人となり、わずか半年で、2014年の年間訪日外国人旅行者数を抜くなど、今年も順調な伸びを見せているようです。観光庁が行った訪日外国人を対象にしたアンケートによると、日本旅行に満足していると答えた人の割合は 95%、再来日を希望する人の割合も 93% と、どちらも非常に高くなっており、アジア人よりも欧米人の方が大変満足と答えた割合が 1.5 倍ほど高い。実際に2回目以上の訪問者は 57% と、半数以上がリピーターになっています。さて、翻訳元では、日本旅行における最高の出来事が尋ねられており、外国人から様々なコメントが寄せられています。多くの方にとって、日本人と接した時間が一番思い出深いようでした。